おいおい、顔真っ白だぞ。何やってんだつぐみ。今日は掃除当番でな、黒板をきれいにしなくてはいけないのだが、私はどうにもこの黒板消しをはたくのが苦手でな、何度やってもチョークの粉が自分にかかってきてしまうのだ。そこにあるクリーナーは使わないのか。何、あれで吸い込めばはたく必要もないと思うんだが。あれはあの箱はそういうものだったのか。てっきり有事のための自爆装置かと。なわけねえだろ。あれを使えば黒板消しがきれいになるのか。そういうこと、早速使ってみろよ。ああ、ではスイッチを入れて。おお、すごいすごいぞ。あっという間に新品のようだ。これで黒板を拭いて。おー、美しい。まさかそんなに喜んでくれるとはな。しかし今までずっと黒板消しをはたいてたのか。なんつうか変なところで不器用だなお前。仕方ないだろ、学校など任務さえなければ縁はない。こんな風に普通に通うのは初めてなんだ。そっか、そいつは大変だな。他にも学校の中で分かんねえことがあったら聞いてくれよ。俺でもいいし千棘たちでもいいけどさ。うん、そうだな、その時はよろしく頼む。なんだかんだで最初の頃に比べたらこいつも随分素直になったよな。あ、そうだ、顔のチョーク。ん？何って、チョークの粉が顔についてたから拭ってやったんだけど。ん？今度は赤くなったぞ。もしかして赤いチョークの粉もついてたのか。バカ、貴様ごときに照れたりするか。は？照れる？えい、もういい。私に寄るな、触るな、話しかけるな。あれ、怒らせちまったか。なんだよ、さっきまで機嫌良かったくせに。はあ、女ってよくわかんねえぜ。へのーのー、楽よ。なんだ、俺はもう寝るぞ。お主の布団に入っていいか。はい。なんだよ突然。で、おい、入ってくるな。抜くといのー、この布団。おやすみなのさ。あ、ちょ、もう寝てんの。やれやれ、しょうがねえな。もうあと5分。坊ちゃん、いつまで寝てるんですか。遅刻しますぜ。あ、もう8時回ってますぜ。なに。さあさあ急いで支度してください。お、悪いな龍。おい、つぐみ。なんだ一条楽、私に何の用だ。用っていうか、なんつうか、週のやつを見なかったか。毎回週？いや、見てないが。お嬢はどうですか。さあ、さっきまで教室にいた気はしたけど。どうせ何かよからぬことを企んでるんじゃない。ルリちゃん、舞妓くんに失礼だよ。ふーん、
誰も見てないのか。何かあったのか。いや、今日は人物スケッチだしシュート組もうと思ったんだけど見当たらなくてな。まあ、つまりラク様はまだお相手が決まっていないということですわね。でしたらぜひ私と。おい、そんなに近づくなって。あら、もっと顔を近づけないとラク様の凛々しいお顔は描けませんもの。えい、離れろ橘マリカ。何度も言うが、そいつはお嬢の恋人なんだぞ。そうよ、私のダーリンに慣れ慣れしくしないでくれるかしら。あら、授業中に私が誰とペアを組もうが構わないと思うのですけど。それともあなたもラク様と組みたいのですか。私は別にそんなつもりじゃ。ならいいじゃないですか。さあラク様、その美しい横顔を私のキャンバスに収めさせてくださいませ。ダメだと言ってるだろうが。やれやれ、また騒がしくなりそうだな。ったく、本当にシュウのやつはどこに行ったんだよ。もう、この私めをお探しですかな。おう、シュウ、今まで何してたんだ。ずっと探してたんだぞ。いつもみたいにお前と組むのも面白くないと思ってな、こんなものを作ってみた。なんだこの白い箱は。もしかしてくじ引きかな。その通り。貴様のことだ、どうせまたろくでもないことを考えているのだろう。心外だな。まあまあ、とくとご覧あれってね。ああ、一の C の諸君、ちょっと俺の話を聞いてほしい。ただ普通に仲のいいやつとペアを組むのも悪くないが、たまには天に任せて新たな人脈を作ってみないかね。普段は見られないクラスメートの意外な一面を知り、一の C の絆をさらに深めようじゃないか。くじで相手を決めるってことか。そんなめんどくさいこと誰もやりたくなんか。へえ、面白そうじゃん。私も賛成。おお、それじゃ順番にくじを引いてくれ。みんな意外とノリノリだな。絆を深めるためとか本当かしら。俺、モリアさんとだぜ。やりー。山中くんと。ちょっと恥ずかしいけど、まあいっか。おいシュ、これって男女ペアもありなのか。落ち着けよ親友、これも全て俺の作戦のうちだぜ。運を引き寄せれば意中の女の子を至近距離で見つめることも可能なのだよ。聞こえてるわよ、この変態。最低、男のクズ、人間のクズ、生物のクズね。いやいやいや、っていうか相変わらず罵り方きついね、ルリちゃん。俺は野郎同士で気楽にやりてえ気もするけどな。そう言いなさんなって。ほらラク、次はお前の番だぜ。へいへいっと。なんか妙に視線を感じるな。ラク様とペアになれますように、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 ラク様とペアになれますように。うるさいぞ橘マリカ。何おラクの相手はセイシロウちゃんか。なにくじなんだからそんなに驚くことないだろう。まあ俺とペアなんか嫌なのもわかるけどよ。違う、そういうことではなくて。って、なんで私はうろたえているんだ。よくわかんねえけど、とりあえず落ち着けって。誰のせいだと思ってるんだ。俺のせいかよ。まさか私が一条楽とペアになるなんて。
いやよかったね、清志郎ちゃん。これで楽のあんな顔もこんな顔も見放題ですぜ。つぐみさんがお嫌なのでしたら、私にぜひとも私に代わってくださいませ。ぜひとも私に代わってくださいませ。三度も言うな。お前とペアを組ませるくらいなら私がやる。いいのか？授業だから仕方なかろう。貴様のその生っちょろい顔をきっちりと書いてやる。生っちょろいって、まあいいや、よろしくな、つぐみ。うん、やると決めたからには手を抜くつもりはないからな。つぐみが楽の相手か。まあそれなら別にいいけど。楽、あんたつぐみにいやらしいことしたら許さないからね。お、じゃあ。しねえよ。どんだけ俺のこと信用してねえんだよお前は。さーて、次は俺の番だな。相手は桐崎さんかな、それともマリカちゃんかな。いやいや、ルイちゃんって可能性も。何言ってるのあなた。もうクラス全員くじを引き終えたわよ。え、じゃあ俺の相手は。そういえば今日って欠席が一人いたから誰か余るはずよね。あ、まあ手鏡くらいは貸してあげるわ。それで自分でも書いたら。ふぅ、自業自得だ、放っておけ。うわ、なんか緊張するな。キョロキョロと顔を動かすな、ちゃんとこっちを見ろ。そう言われても、こんな近くで見つめられてんのに目そらすなって方が無理だろ。こら、急に離れるな。こっちへ来て顔をよく見せろ。息が、顔に息がかかってる。くそ、それにしてもこいつ、うん、改めて近くで見るとやっぱ綺麗だよな。目もキリッとしてるし、肌も白くて髪もサラサラだし、なんかいい匂いもする。貴様、さっきから顔が赤いぞ。体調でも悪いのか。え、あ、いや、それはその、男のくせに何をもごもごと。言いたいことがあるならはっきりと言え。だからその顔が近くてな。え、顔。おお、お前は何を考えているんだ。これはその ただの授業だからな。私は真剣に絵を描こうとしていただけだからな。うわ、おい、大丈夫かつぐみ。うるさい、ちょっと足を滑らせただけだ。私に近づくな。射精中に足を滑らせるってどんなだよ。えい、もう貴様の顔なんぞ、こうしてこうして、ほら完成だ。おい、急に適当すぎるだろ。なんで途中からヘノヘノもへじなんだよ。貴様なんてその程度で十分だ。これで作業は終了。いいな。まあいいけどよ、俺の方は全然かけてないからちょっと待ってくれ。何？今まで何をやってたんだ貴様は。だからお前にじっと見つめられてて。それ以上言うな。いて、10分やるから早く書け。分かったよ。おい、なぜ貴様まで私に近づくんだ。いや、そうしないとお前の顔がよく見えないだろ。ダメだ、それ以上私に近寄るな。それにその、なんだかいやらしい目つきをしていないか。してねえよ、ちゃんと見ないと書けねえだろ。そんな風にじっと見られると落ち着かん。おい、顔を背けられると書けないんだが。うるさい、そんなものは自分で何とかしろ。え、そんな無茶な。ごちゃごちゃ文句ばかり言うとこの場で始末するぞ。
怖えこと言うなよ。てかしまえそれ。くそ、ここはなんとか話をつないでつぐみにじっとしてもらわねえとな。私はもう行くぞ。じゃあな、一条楽。逃げてなどおらん。言いたいことがあるならはっきり言え。何？貴様、今、なんて。そうか、そこまで言うのなら仕方あるまい。しかし、そもそもどうして私が貴様と見つめ合わなくてはならんのだ。まさか貴様なんぞを相手にこんな恥ずかしい思いをさせられるとは。おい、なんとか言え。それができれば苦労しない。だいたいなんで貴様に笑顔を向けねばならんのだ。お前もどうせ描くならお嬢のような女性らしい人間を描きたかったろうにな。私なんかで残念だったな。え、私がかわいいだと。どうしてお前はそういうことを平気な顔で言うんだ。なんとかいい感じにかけてきたな。どうしたつぐみ。やっぱりこんなの、こんなの耐えられるか。うお、イーゼルが。くそ、ありえない。お前なんぞに見つめられてこんなドキドキするなんて。いいか一条楽、これで勝ったと思うなよ。は？勝った？何に？くそ、あと少しで完成だったのに。どうするんだよこの絵。困っているようだね。おう、シュ、もしかしてお前にはまだ何か秘策があるのか。安心したまえ、まだ俺という親友が残っているだろな。結局お前とかよ。この漫画というものは面白いの、ラク。ああ、そう。俺寝るから電気消すぞ。わあ、ラクのバカ。わやわはまだ漫画を読んでおるのに。こいつ、妖怪なのに読めが聞かないのか。なんで立花がこんなところにいるんだ。お前の家は真逆だろうが。それはもちろん、ラク様と二人っきりでラブラブな投稿をするためですよ。お前そのためだけに遠回りして俺を待ってたのか。これも愛のなせる技ですわ。だけどちょっぴり体が冷えてしまいました。ですのでラク様の体で温めてください。はいはい、くっつくのは禁止。まあ、ラク様のいけず